まさこです。吉子さんお世話になりました。吉子さんを初めて見たのはラジオステーションの魅惑プロのショーです。そのショーを見たからで、ね、あんなこんなでこんなで今私は DJ をしてますけど、今の私がいます。もう魅惑プロに憧れてディスコに行って通うようになりました。まだまだ未熟者ですけど、吉子さんの指しっかり見てください。ダンスもちょっと踊ってみようかなと思ってます。それともう一個の思い出は、吉子さんにスワンコタンキを振ったことです。帰りに吉子さんが初めてタクシー代をくれました。以上です。では吉子さん、またインペリアル J ウィズ、ビーバッククルー、そして、今プラダンサーになってるカポンです。はい、カポンです。仕事の思い出をちょっと期待して、いろいろ若い頃に、女は腰ぜって腰ぜって、あーいいですね、ダメだからねけどね、それをずっと守ってます。お踊りの種類を変わっても腰ぜあらば次タコン、続いてはコリン兄弟、姉、ナミネちゃんです。インペリアルジェイビーズ、そしてビバップクルー、そして現在は今はフリーのダンサー、はい、サルサ、サルサ、サルサ、ラテン、ラテンやってます。新しいお友達がいるのに、私もまあその大切な私のお友達の電話番号を聞こうとしました。いいですか？いいことです。私もまだ時間がないけど大好きでした。はい、チーズ。メンバークー。また。続いてのメンバーですね、僕の先輩の、はい、大好きなロックダンサー、ヒデボーです。よろしく、はい、この方が当時、ヨシボーの一番弟子と言われてた。緊張させてもらいます。昔のヨシボーの思い出、嫌だった思い出、一言二言言ってやってください。厳しかった。厳しかった。厳しかった。どんな感じだったですか。いや、でも愛がある厳しさかな。でも大好き。大好きなヨシボー。好きすぎて怖いけどめっちゃ好き。もう未だに緊張するけどね。よしもうおらんけど、おらんけど悲しいけど、まあでも見てくれよって。 I love よしも。でもちょっとよしもにかっこいいとこちょっと病気直して頑張るけど。ヒデボーでした。続いてのメンバーはですね、僕の同級生で、マイブラザーの DJ 純平、そしてしおちゃんです。吉野はね、もっとすごく思ったのは、本当ちょっと真面目な話なんですけど、吉野はね、人と違うこと言ってくれます、ね。というのはね、俺が気に入らない DJ が一人いて、ね、そいつが俺を高い給料もらってた時に、あいつがこんだけもらってたらもっともらっていいんじゃねえかっていうことを俺が言ったらね、ヨシボーだけはね、バカやな、お前ねって言って、なんでかって言ったら、そいつがおるからお前がもっと頑張ろう、俺の方が上じゃないか、もっとやれやれっていうね、気持ちにさせるのはそいつのせいだって言ったらもう覚えてますよね、ヨシボーにすごくアドバイスを払いました。本当に吉本ありがとうございます。吉本は、まあやっぱり女の人は、やっぱり女の人がおって思うようなセクシーなダンスをしないといけないなっていうのと、やっぱりダンスは、歌にハマったのじゃなくて自分のビームで踊ればいいよっていうことを常々言ってたので、その言葉は残っているかなって感じで、その時もセクシーな女性でいたいなと思ってます。続いてはですね、うちのビッグブラザーサファーが来て、ダンス年齢層だったのでさん、僕らチームがすごくお世話になっていて、本当にこういう日が来るのがちょっと寂しいですけど、いつも吉本の楽しいジャンケはここにあります。以上でよろしいです。ありがとうございます。
くんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。もう、ありがとうございます。吉本と僕は出会った時に吉本さんはこうだったんです物語が一つ15秒以内に、はい、3、2、1、9、昔あの吉本さんが住んでるマンションの下で吉本さんが暴れててそれフリーチンで暴れてたんですけどそれを上から見て奥さんがブラーって横だったらトットットッと入ってきました吉本面白くなくてごめんなさいいやいやこいつがちゃんとやってくれますから、はい、吉本は知っとけで、僕は吉本がいない時に吉本の悪口を言ってそれを聞いた誠司さんがすぐ吉本に電話しておい、今度悪口言ったら吉本が決勝会で出てきて俺の髪の毛引っ張りましてジャジャ当たりましたで、俺泣いて帰りましたそれぐらい厳しいねそうですね、はいそういうことで吉本さん、ピースピースアンドラブラブラブアンドリスペクトリスペクトリスペクトアンドユニティーユニティーはいイエムラボンティーでワッチアップあったねキングスモークフリッシュありがとうございますありがとうございましたおはいっすよおはおやすみなさい吉本の教え子のりゅうちゃんでーす今日はですね、このラボティーでこういうイベントだったんですけどこれも全て吉本への、思いをちょっと一つに、はい、そうですね、吉本さんのレッスンにずっと鹿児島から出てきてよく来たんですけどずっとレッスンは俺何やったっけとか言う人で、で発表会最後の発表会の時は私の高校の斜め後ろであのソロをするんですよ。あの総さんとしんべで。でソロが終わってはけたら私たち踊り出すのにソロ終わってるのにはけないみたいな。もうずっとここでジタバタジタバタ喋ったっていうのがありました。でもそれもいい思い出です。吉本さん会いたいでーす。ここラボジーリミックスの、オーナーでそして DJ、僕の大先輩でもあります DJ 総志くんですどうもありがとうございました、はい、楽しかったです楽しかった楽しいです土曜日の夜で楽しかったです昔のあの総志くん長いじゃないですかもうやっぱり、はい、そうですね、はい、俺がだって高校2年生で吉本が高校3年生の時に最初知り合ってたもう40年やんか、ね でも、これ一番なんかやっぱりあの印象的っていうか、吉子とこう、あの思い出があるのは、吉子が結婚する前、明美ちゃんと結婚する前にね、あの朝までスーパーソリュー飲んで、これで俺ん家に行こうやっつって、俺ん家来て、俺がその時に、あの同棲したお姉ちゃんと、で、吉子たち、結婚する前の吉子と明美ちゃんが来て、で4人でこの飲み直して、また飲み直して、飲み直しながら、いろいろレコードいっぱい出して、作ったら、ちょっとチープ踊りたいねって言って、いいよって、バラードが出して。それで自宅でバラードあのチークだったタイムみたいな2組俺たちしかいいですねもう結婚する前よ本当に私も幸せがもう本当それが俺が8時になんか DJ になる前そう1月前やった8年か30何年前やねいや、そう、一言が劇的に勝つ刺激的やったんじゃないですか吉本万歳ありがとうございますまたどうぞ今夜のエクナド TV はスペシャル版ということで、ビーバックル前リーダー吉本の初盆追悼飲み会あとラボディリミックスをお届けしました話がちょっとみんな長くなったかなと思いますが、吉本大好きなみんなの気持ちが吉本にそして、全国のみんなに届けばいいなと思います。それではまた次回エクナド TV でお会いしましょう。 Love, Peace and Soul
リップダブワイ。Woo!